お前らか、世間知らずのネズミどもが。ずいぶん大口を叩くんだな。なんでそう思うんだ。キノコンに余計な思い入れを抱くとは、なんという弱さ、滑稽に過ぎる。これは最強のテイマ、ハニア様の理念に背くものだ。最強のテイマー、無駄な妄想を。軟弱なものなど、ハニア様と対戦する資格はない。お前らはここで脱落するのだ。許すぎたのか。倒せたけど、なんだか喜べないぞ。旅人、パイモン、私、勝ったよ。よかったな、レイラ。参戦の目標を無事に達成じゃないか。あなたたちも、あの連戦連勝の鉄骨総統を倒したって。でも、なんだか嬉しくなさそうだね。なんというか、相手が薄情なやつでさ、おかしいことばかり言うんだ。そうだったんだ。なんだかちょっとかわいそうなテイマーだね。うん、だってその人はハニアさんのことを知らずに、朦朧とした印象で彼女を推測し真似してたんでしょ。ハニアさんがこのことを知れば、きっと同じように悩むと思う。それにそのテイマーは、厳しい考えで自分が損をしただけじゃないでしょ。他の戦士の精神まで影響を与えてしまったんだから。お前の考え方ってすごくいいよな。みんながお前と同じなら
和んでて楽しい雰囲気だっただろうに。私の目標がそこまで高くないからってだけかも。天天ヨーヨー獣を連れ帰って一緒に暮らせるなら私は満足なの。さて、次は私たちの勝負だね。勝敗なんてどうでもいいから友好的に楽しくバトルしよう。友達同士。よし、天天ヨーヨー獣とポコポコビーニー、どっちがすごいか見ものだぜ。勝った方は負けた方におごりだぞ。楽しそうな約束じゃが、わらわは何か重要な会話を見逃したかの。ミーコ、やっと会えたぞ。この間は何も言わずに去ったから、オイラたちはまだ手がか…古墳、相談したいことがあるんだ。わらわも悩んでおったぞ。遊び気分で参戦したはよいが、準決勝まで入ってしもうた。仕方なく時間を作って僧家たちの取材に付き合っておったんじゃ。何時らについては心配せずとも、きっと仲の良い対戦ができよう。こっちは少し真面目に対応せねばの。何せ相手はその変質的なやつじゃから。確かに、まさか八重お姉さんがハニヤさんと対戦することになるなんて。ポジティブに考えようぜ。もしかしたらミコがハニヤを倒してくれる可能性もあるよな。そしたら直接ハニヤを説得はできなくなるけど、ミコがここで負けるのも嫌だからな。少し緊張するけど、ワクワクするね。みんな、固くならないで。天天ヨーヨー獣が率いてきたあなたたちチームは、たくさんの困難を乗り越えてきたんだもん。実力は十分だよ。さあ、全力を出してね。それじゃあ行くぞ、レイラ、天天ヨーヨー獣。気を使おう。耐えて、天天ヨーヨー獣。まだ勝機はあるよ。結局負けちゃった。でも、あなたも仲間たちも今までで一番良かったよ、天天ヨーヨー獣。私、嬉しいよ。本当に満足。あなたたちもありがとう。私と天天ヨーヨー獣のバトルは
完璧な終わりを迎えた。もしあなた以外の人に倒されてたら、ちょっと悔いが残っちゃってたかもね。レイラと天然ヨーヨー銃も強かったぞ。もうちょっとで圧倒されるとこだったぜ。勝敗なんか気にせず、キノコンたちの才能を思いっきり発揮させて対戦する。この感じ最高に気持ちよかったな。そうだな、他の対戦でも今みたいに他のことなんか気にせず済んだらよかったのにな。さてミコはまだハニヤーと戦ってるんだよな。オイラすごく心配だ。早く様子を見に行こうぜ。この重い空気、ミコが勝ったか。おや、何時らの対戦も終わったか。結構時間がかかったところを見ると接戦じゃったんじゃろ。ひひ、その気楽そうな口ぶりじゃきっと楽勝だったんだな。うむ、確かに何の懸念もない対戦じゃったぞ。わらわと百雷シャラはたったいくつかの技でハニヤーに負けたのじゃ。え？その散漫な態度、私をからかってるのか。滅相もないぞハニヤー。何せ何時の意志は非常に強い。ある種を破滅させようとするほどじゃ。何時のような相手をからかうわけにはいかぬの。じゃがこの道を貫こうとするなら、途中で見た景色が想像しておったものと違うことに気づくじゃろう。その時、その執念はどうなるじゃろうな。楽しみにしておるぞ。余計なお世話。ほう、早くも逃走とは。対戦に負けたのは八重お姉さんだけど、よりショックを受けたのはハニヤーさんだったってこと。それがますます面白い展開になってきたんじゃ。対戦が開始してすぐ、百雷シャラが炎一を傷つけてしまっての、ハニヤーは明らかに焦ったのじゃ。わらわはただあやつが自らを欺いておるという事実を口にしただけじゃったんじゃが、心理的な防衛線はあっという間に崩れて意外に脆いもんじゃった。もしかしてハニヤーは自分で言ってるほど冷たいやつじゃなかったのか。実はあいつも炎一のことを心配してて、ミコの前でそれがバレた。その通りじゃ。今はあやつの心に入る絶好の機会じゃ。そしてその心を変えられるのはわっぱたちだけ。でもハニヤーはもう遠くまで行ったし、どこを探せばいいんだ。あやつは今きっと疑念の最中じゃろう。今まで冷静沈着だった己が一体何の影響を受けて動揺したのかとな。その答えは何時ら三人にかかっておる。あやつの行く場所を何時らは知っておるはずじゃ。私が旅人とパイモンに初めて会った場所かな。よく考えたらハニヤーの顔色が悪くなったのは、レイラがキノコンを日常生活に連れ戻り重要な仲間にするって言った時だったよな。レイラの直感当たってるかもしれないぞ。早く追いかけよう。ハニヤーとちゃんと話そうぜ。レイラちゃんは残るがよかろう。ハニヤーを助けたい気持ちはわかるが、あやつは何時が対処できるタイプの人間ではない。
ここはワッパたちに任せるのが良い。確かに、私がいらないことを言ってハニヤさんを刺激したら、かえって悪いことになるかも。それに、体力不足で速さについていけずに、半分くらい行ったところで倒れそうになるかもしれないし。まだ行かぬか、ワッパ。ほう、思った以上に収穫があったようじゃな。ではわらわも汝に幸運の祝福を与えよう。今度顔を合わせた時にはまた汝らにわらわの見解を話すとしよう。オイラたち、炎一の痕跡をたどってここまで来たんだ。お前のさっきの様子が心配でさ。ん？待てよ。お前、炎一を慰めてるのか？皮肉よね。炎一がキノコンじゃなくて普通の動物だったらよかったのに。さあ、次会うときは決戦よ。何か言いたいことがあるなら私を倒してから言って。その言い方、狐の女が予測していたのと全く同じだわ。君たちは確かに単純で善良ね。だけど物事を理想的に考えがち。私が言ったところで君たちは理解できないと思うから、これを見てちょうだい。これは、これは私のご先祖様が残したノートよ。当時彼らはウリンでキノコンの攻撃を受け、多くの重傷者が出た。この事件は当時は特筆する価値がないと見られたのね。何の記録にも残っていなかったわ。けれど私の家族は私が子供の頃からそれを繰り返して読み、キノコンの脅威について教えてくれた。そんなことがあったとはな。道理でキノコンを敵視するわけだ。そうだぞ、こんな過去があるならなおさらこの大会の意図がわかるはずだろ。英知宝珠は人とキノコンの共存を可能にするんだから。英知宝珠がキノコンを穏やかにさせるなんて、そんな単純な話じゃないわ。前にも村にやってきた学者がいて、似たようなアイテムで実験をしてた。でも結局全員失敗して逃げたわ。今の英知宝珠だってキノコンの凶暴な本性を一時的に抑えることしかできないんだもの。このアイテムを取り除けばキノコンは十分脅威になり得る。それに宝珠の理性増加によってキノコンの元素力は異常に活発になり、周囲の環境に影響を及ぼしてしまう。強い体を持たない者が宝珠を使うとすぐに具合が悪くなってしまうわ。まさか最近のレイラの咳も英知宝珠のせいなのか？言わなくたってわかるはずよ。カウトリアは学術に夢中な気狂いで
自分の影響力を拡大することだけを考えながらキノコンの大会を宣伝している。あのエルヒンゲンも風向きに応じて舵を取るやつよ。カウトリアの研究成果を見込んで大金をかけてこの大会を宣伝し、人々のキノコンに対する警戒心を緩めようとしてるのよ。ともかく私は彼らを信じないわ。凶暴なキノコンが人と共存することも信じない。でも引退した無名な傭兵である私の声を聞いてくれる人なんて誰一人としていない。私はただルールに従って勝ち残り、欲しい結末を手に入れることしかできないの。絶対に彼らを止めてみせるわ。最初は君たちも手伝ってくれるんじゃないかと期待したけど、どうやら私が甘かったようね。君たちがどう思おうと、私がどう思われようと、私は君たちを倒して踏み越えてみせる。このノートは私の過去のようなものよ。煮るなり焼くなり好きにして。どうせ決戦の日、私は全てのキノコンをこの世から取り除くことを宣言するわ。炎一もね。私の過去とさよならするの。ついに説得できなかったか。これで対戦でハニヤを倒す一択しかなくなったな。ハニヤは前にもキノコンによる災害を阻止しようとした学者がいるって言ってたよな。ノートに詳細があるみたいだからもう一度読んでみようぜ。これってハニヤの先祖が集めた学者たちの研究記録だったってことか？この部分は難しいな。字が汚いし専用用語もたくさんある。全然読める気がしないぞ。あ、待てよ、見覚えのある単語みたいだ。あ、そうだ、ドリーからもらった資料にあったぞ。おう、資料の断片とノートの内容を慎重に照らし合わせて解読できるか試してみようぜ。捕獲装置？カレーポーション？なるほど。ハニヤーの先祖を襲ったキノコンたちはそのポーションのせいで理性を失ってたんだな。そして学者たちが捕獲装置を作ったのは凶暴化したキノコンを捕まえるためだった。それに今のフラワーゼリーはカレーポーションの進化版で、英知宝珠だってカウトリアの発明じゃなかったってこと。つまりカウトリアは捕獲装置をもとにちょっといじっただけなんだな、あの嘘つきめ。でもカウトリアは何のためにこれほど英知宝珠の宣伝に力を入れてるんだ？それなら早くエルヒンゲンにカウトリアのやつに資金援助をしちゃダメだって伝えないと。ハニヤーに関しては当時先祖を襲ったキノコンが薬で刺激されてたことを全く知らないみたいだぞ。そりゃキノコンが許せないって思うはずだよな。心配するな、ポコポコビーニー。お前はフラワーゼリーのせいで凶暴化したりしないって信じてるぞ。英知宝珠を止めた後もお前はいい子でいられたんだからな。あれ、オイラの言うこと分かるようになってないか？お前ますます賢くなったな。え、いつからだ？
キノコンがまた暴走するって推測には絶対納得しないぞ。キノコンの中にはいいキノコンもいる。ポコポコビーニーみたいに人の感情がわかるキノコンだっているんだぞ。まああいつも中には一理あることを言ってたけどな。H 宝珠は万能じゃないって。その欠点がある限りキノコンの仲間はずっと普通の人のそばにはいられないだろうな。これからもポコポコビーニーと一緒に旅ができると思ってたのに。なんとかならないのか？残念だけど今はそうするしかないよな。決戦までまだ時間があるし、教練員にカウトリアのことを報告するか。確かにこれほどの大イベントをやるからにはきっと長い間計画を練ってきたんだろうしな。もしあいつのやったことを暴こうとしてるのがバレたら、あいつに警戒されちゃうよな。まあとにかく決戦の日は全力を出すぞ。まずはハニアンを倒して意地を張らないようにさせるんだ。それからエルヒンゲンを説得して一緒にカウトリアの計画を暴く。